みなさんこんにちはリビングライフの時間です私はニホ東京の牧師加藤遺作です今日7月12日は悩みの道からまっすぐな道に導いてくださった主と題して聖書の中から共に学んでいきたいと思います詩篇107編,10編1節から9節 主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。彼らを国々から、東から、西から、北から、南から集められた。彼らは荒野や荒れ地をさまよい。 住むべき町へ行く道を見つけなかった飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てたこの苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと主は彼らを苦悩から救い出されたまた彼らをまっすぐな道に導き住むべき町へ行かせられた彼らは主の恵みと 人の子らへのらしい技を主に感謝せよ誠に主は乾いた魂を満ちたらせ飢えた魂を良いもので満たされた今日は詩編の107偏この箇所はバビロンの地で捕囚となっていたイスラエルの民その民がその捕囚から解放されて そして神様約束された土地に帰ってきた帰還することができたその時に彼らが捧げた賛美えそれが記されている箇所ですアラノというですねとても苦しい大変なことをですねこう思い出させるような そのような言葉も持って本当にバビロンの保守から解放された民はですね神様を賛美しそして感謝している様子がこの歌詞を通して私たちは見ることができます一節の中にですね主に感謝せよ主は誠に慈しみ深いその恵みはとこしえまで私たちがですね忘れていた感謝長らくですね私たちは忘れ去られていたのではないかと思うような状況の中にいたとしても 苦しい中にあっても私たちは感謝することはできますけれども、まあ、解放された彼らはですねまず最初に主にに主主感感謝謝せよと主に感謝したわけですその主の本当に、えー、慈しみ深い、えー、彼らのことを忘れ去ってしまったんではなくて思い出して確かに助け出してくださった主その恵みが実は一時のことではなくて常しえまで永遠に与えられているんだってことをですね 宣言している素晴らしい導入の箇所です二節を見ると主に贖われた者はこのように言え彼らは主は彼らを敵の手から贖いというふうに書いてありますね主に贖われた者私たち罪人苦しみの中に置かれますけれどもそういった中で神様はイエス・キリストの血によって私たちを贖ってくださったこのイスラエルの民もですね 忘れられたいたんではなくて救い出されたものを挙がられたものとして、えー、彼らはですね宣言しなさいという,ふうに言っています。主が彼らを敵の手から挙がってくださったんだとエジプトの時代はそうでした。そしてバビロンの時代も同じです。えー、敵の手から救い出してくださった挙がってくださった、えー、それはあ方々に散らされていた。 えー、東西南北あちこちからですね人が集められてきてそしてあらゆる国々から戻ってきた帰還することができたああなんて素晴らしいんだろうバラバラになってしまった民がまた一つにですね戻ってきていた、えー、そういうことをですね彼らは思い出しながら、えー、神様に賛美の歌を捧げています。苦悩から救っってくださった主、えー、特ににの中に エジプトにいた頃ですねイサイの民は本当に40年間路頭に迷っていたわけですね神の約束があるんですけれどもその約束の地になかなか行くことはできない彼らが住むべき町と書いてありますけれども約束の地ですね地と水の流れる地に行く道を自分たちでは見つけることはできなかったわけです神の導きに従うしかありませんでした昼は雲の柱夜は火の柱を通して彼らは 本当にに主ががどののように導いてくださるのか探り求めながらただその柱にですね信頼を置いて主の導きに信頼を置いて彼らはひたすら従い続ける姿がですね聖書に書かれています。荒野という場所はですね絶望の場所かもしれません、えー、確かに何もないわけですからああもうダメだというふうに思ってしまうこともできる場所ですけれどもでも純粋にですね 主の導きに頼らざるを得ない状況に置かれ置かれるわけですから切実に主を求め続けるわけですそれは実は私たちにとって本当に恵みとなりますねというのは私たちに必要なのはそういった自分の思いとか自分の考え自分のやり方ではなくて主のやり方に従うと純粋に主だけに信頼することができるこれは本当に恵みですね そういう状況に置かれないと私たちは死を本当に切実に求めることもしないそういう弱さを持っているんではないかなと思いますけれどもこのイスラエルの民はアラノにいた時にですね水もどっから出てくるかわからないその上を本当に満たすものそれもどうしたらいいんだろうと。 マシュは彼らのことを覚えてくださって、ちゃんとですねマナーを振らせてくださったわけです。そして必要な水も備えてくださいました。えー、そういうものがないときにですね、やはりえ肉体的にもつらいですけれども、私たちの思い、魂の部分もですね本当に衰え果ててしまいます。まあそういう中で主はこの苦しみにいたイスラエルの民が死に向かって叫ぶ、叫んだときに主はその叫び声をですね。 聞き逃すことはされませんでしたそれに対してですね無視することもされませんでした叫んだ時にこの彼らの苦,苦悩を知ってですね彼らのところに来て彼らを救い出してくださったわけですあらゆる必要を満たしてくださって、えー、救い出してくださったまたその40年間というですね縛られた時間から救い出してくださったそしてイエス様は神様はですね えー、この、えー、イスラエルの民私たちに対してもそうですけれども、えー、彼らはまっすぐな道へと導いてくださったそして住むべき町に生かしててくださったというふうに書いてあります私たちも、えー、ついこう遠回りして、えー、人生のあらゆるところを取っていくことがあるかもしれません。でも私たちはあ主が これが道だと言われる道に歩むときにそれが実はまっすぐな道となりますそして私たちがやがて行くべき、まあ、町ですね私たちはやがて天の都に行くことはできますけれどもそこに主は導いてくださるイスラエルの民をエジプトから連れ出して約束の地に生かしてくださったように私たちにもそのようにしてくださるんだということを思い出させる詩です彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技 を主にに感,感謝せよという,ふうに書かれていますね主の恵みがあったんだよ」ということそして本当に驚くべき技をですね成してくださったんだと人間のできる人間のする技とは違う神様にしかできない技を持って私たちに接してくださる神様この「主なる神様」に感謝することを私たちは忘れてはなりませんね。誠に主は渇いたた魂を満ちらせ 飢えた魂を良いもので満たされた。ひょっとするとですね、神様が知ってくださった良いことを私たちは忘れてしまうかもしれません。詩篇の中にもですね、主がなさった良いことを忘れるなというふうに書いてありますけれども、主は良いことで私たちを満たしてくださっています。私たちはそのことをですね、忘れてはならないんですね。えー、乾いた魂のところに主が良いもので満たしてくださる。もし今日皆さんの魂が乾いてしまってるんだったら、 飢えてしまっているんでしたら主が満たしてくださるというこの約束を信じてですね間違えた道から正しい道へ導いてくださる神様その神様が本当にまことの導き手ですからこの方に信頼して歩んでいっていただきたいと思います。 今日は詩篇の107編から迷いの道から正しい道へ導いてくださった主のなさったことをですね歌った歌を通して神様の素晴らしさについて学ぶことができました最後にお祈りしたいと思います愛する天の父様あなたの恵みと慈しみが私たちの上に豊かに注がれていることを今日も覚えて感謝いたします 苦悩の中に置かれれるきに私たたちの魂は疲れ果てますままますす飢えますその時にあなたは私たちのことを決して忘れることなく良いもので満ちたらしてくださるお方であることを主を私たちは覚えてあなたに感謝をしますもしまだ苦しみの中にいたとしてもあなたがやがて解放してくださり救い出してくださるんだと。 いう希望を告白し宣言しそしてあなたに感謝してあそしてあなたの素晴らしい涼しい見技を私たちが後に体験することができる、えー、まずあなたは私たちの信仰を見て喜んでくださるお方ですから今日あなたに感謝するものとしてくださいあなたの素晴らしい約束そしてあなたの証しが聖書の中に書かれているから あこのことを覚えて、えー、心から感謝します。私たちの主救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン